ということで皆さんこんにちは、そうこちゅうでございます。さあ本日はですね11月の12日ということで、おそらく11月史上最大のお祭りが今日開催されるということで、スニーカー好きの皆さんは鼻息荒めに過ごしている今日なんじゃないでしょうか。まあ、スニーカーのね需要なんかもちょっとずつ落ち着き始めている今でもなお衰えない超絶の人気ぶりということで、大注目のですね、あのコラボレーションモデルが発売と、本日発売されるスニーカーがですね、ナイキとオフ・ホワイトのコラボによるですね、エアージョーダン2でございますね。で、オフ・ホワイトのね、コラボというと、まあ、再構築というか、通知をね、一平がしてもう一回貼ったりだとか、もう最初のね、座天シリーズからも、非常にこう、エキセントリックなですね、こだわりが詰まったコラボレーションということで、この今までのね、やり方に固執することなくね、毎回こう、新しい仕掛けをですね、作ってくれる、このオフ・ホワイトとナイキのコラボレーションなんですが、今回のエアージョーダン2、すごいことになってます。まあ、エアージョーダン2自体、ジョーダンシリーズの中ではなかなかにマイナーなモデルなんでございますけれども、シリーズ初の高級ラインとしてのね有名な1986年に誕生した一足でございますけれども、そのちょっとこうマイナーなモデルがあのバージル・アブローの手によって見事に面白い仕上がりに、ね、なった一足をですね狙っていきたいなと思うんですが、まあ販路がスクリーンだわ。まあ大体ねコラボレーションモデルオフ・ホワイトとかになると、ナイキのねスニーカーアプリスニーカーズはもちろんのことですね、例えばスニーカーズパスが出たりだとか、あとアスモスさんのね販売とかもあったり、キス東京の販売もあったりということあるんですが、すべてオンラインです。今回店頭一切ございません。でスニーカーズパスも確か出てないんじゃないかなということで、まあ国内の数も相当少ないんじゃないのというふうに予想ができる一足なんですが、今日も元気に私はオンラインスニーカーズの方でチャレンジしていきたいなというふうに思っております。いや個人的にもね今回のモデルテーマも面白いですし、ちょっとカスタム要素もですね入ったような非常にですね注目してるモデルでございますんで、頑張ってね手に入れていきたいなというふうに思っております。それでは早速いってみましょう。さあということで、こちら本日発売ということでエアージョーダン2ローオフホワイトとでラインナップされておりますけれども、一番上にあるのが白赤、そして下が黒青のですねカラーリング、そして一応ねアパレルの展開もあるんですが、まずはこちらホワイト&バーシティレッドということで、こっちのカラーが朝岡は大本命なんですが、見てくださいこのミッドソール、おかしなことになってるぜっちゅう話なんですけど、なんとですね加水分解が最初から表現されたミッドソールになってるというですね、これまた新境地に到達したオフホワイトコラボなんですが、ちゃんと左右も非対称なんですよね。これがねどうなってんのかってのめちゃくちゃ気になってるんですよ。これ見るだけでもお金払いたいって感じなんですが、一応ですね下にですね説明文が入っているんですけれども、はい、こちらに書いてますね。アブローの創造性を刺激したのはこんな一つの疑問からだった。タイムカプセルからエアージョーダン2を取り出したらどんな姿になるんだろう。そこで今回のシューズはナイキの歴史上初めてとなるリバースエンジニアリングの手法を導入。 DNA アーカイブに保管されて MJ 着用のオリジナルシューズを 3D スキャンによって解析調査したんだ。まあ、最近ねこう昔のアーカイブの画像とか見るじゃないですか。それこそエアジョーダン4が加水分解してたりだとか、ああいうボロボロのですねジョーダン1見てちょっとこうノスタルジックなところにですね思いをするシーンなんてあると思いますけれども、それをまさにもう新品で再現したよというですね、結構今そのヴィンテージカスタムとか、まあ、賛否分かれてたりとか、僕は全然大好きなんですけれども分かれてしますけど、そこにこう新たな一撃として新品なのに加水分解してるような、もうこれはアートですね。個人的にも素晴らしいなと思う取り組みなんでございますけれども、そんな問題作が本日リリースということで、これ本当どうなってるのか想像もつかんので、ぜひ手にしてみたいなというふうに思いますし、今までのねこう穴開けたりというギミックとは全く違う感じ で一応アパレルも出るんですが、私はとりあえずスルーですね。これ系のアパレルはいつもあのトレビス・スコットの時も、手出してないので、まあ、これはとりあえずスルーさせていただきながら、今回なんかちょっと緑が貴重になってるっぽいですね。でキャップもあるという感じですが、この黒青も渋いんですよね。黒青はねこのミッドソールからですねなんと黄色いね中の素材が見えるって、このジップとですねこの黄色の中身がですね一致してて、これが
が超渋いなと思って、こっちもねこっちで欲しいなっていう感じなんですけれども、まあ第一希望はね白赤の方かなって感じですが、この黒青も非常にロイヤルカラーでですね美しいですし、もうどっちでもいいや、手に入るんだったらもう全然どっちでもいいって感じなんですけれども、まあとりあえずはこの2足を今日ねスニーカーズの方で狙っていきたいなっていうふうに思っております。かなり浅岡的にも今回熱量高めで臨んでる抽選でございますけれども、頑張ってもぎ取っていきたいと思います。さあいつも来い、はい、来ました、頼むぞ。意外とちょっと時間かかったな、白赤の方は。オッケー、じゃあ次はロイヤルカラーの方に行きまして、あーオッケー、ロイヤルカラーはめちゃくちゃスムーズでしたね。ということで2つともですね抽選の申し込み完了いたしまして、あとは待つだけっていう感じなんですが、いやーちょっとほんと欲しいな、これは本当に見てみたいし、新たなものづくりの観点からですね非常に面白いなというふうに思います。まあカスタム好きな僕からしてもですねこのギミック面白いなと思うんですが、ちょっと一応ね近日発売見ていこうかなと思うんですが、明日こちらエアジョーダン3のパイングリーンですね、まあ黒が結構ベースになってるようなですねグリーンカラーの AJ3 でございますが、まあ参加これちょっとするかなというか、まあ先週から言ってるちょっと欲しいインラインがあるんで新しようかなって感じですが、翌週11月の18日にこちらエアマックス95のですねエアマックスランニングクラブという架空のランニングチームですね、レイガンズ的なやつだと思いますけれども、その次20日20日ですね、ウィメンズエアフォースワン、はい、スカルプトということで、これベルトがないエアフォースワンのハイカットで、こちらはショッキングピンクみたいな感じですが、スーシュがこれくぼんでる感じですね、切り取れたみたいな感じですけど、こっちがグレー、これもかっこいいですね、こっちのカラーの方が僕は欲しいかなと思いますが、これベルトないと相当履きやすいと思います。ほんで土曜日、ちょっとですけどエアジョーダン1のボルドーですね、こちらワインレッドみたいな、まあ、CO.jp のネイビーの、ワインレッドカラーみたいな感じですが、相変わらずねサイドのウィングロゴがジュエルなのがちょっと気になりますけれども、まあ、こっちもね、狙っていこうかなと次第でございますね、まあ、これも買えるんじゃないかな頑張ればって感じですけど、ほんで一応22日には、ゴアテックスの AJ1 ですね、これびっくりしたんですけど緑入ってんですね、まあ、非常にですね面白いなと思うんですが、なんかソールもなんかちょっと変な感じの形でございますけれども、一応2万4000円ということで、まあ、ゴアテックス素材ってこともあって定価結構高めに設定ねされてますけど、俺ちょっとねシャドウの、つば黒バージョンみたいな感じなのかなと思ったら、意外とそうでもないこの緑の感じがね前面に出たりするということで、これが一応ですね11月22日にスタンバイということで、まあ、こんな感じですね、あんまりスニーカーでも、近日発売出なくなってますね、多分供給の関係で発売日結構変更になってるんだと思いますけれども、まあ、とりあえず今日はこの AJ2 ローあとは祈るだけでございますけども、ダメかちょっとダメか、まあしゃあないな、まあとりあえずまだロイヤルが出てないから待ちます。ガー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 、こんなにも欲しいのに願いは届かず、これはかなり久々に熱量高めに欲しかったんですけどね、まあ致し方ない、店頭も並びに行けないし、あぶねあぶね、大事なの見るの忘れましたよ、もう一つ抽選応募してるんですよ、アトモスのオンラインの抽選申し込んでて9時に結果出てるんで、アプリの方で確認していきたいと思います。さあここ、ここを押したら出ますよ、これ上がロイヤルなんで先ロイヤルから見ましょうか、お願い、ソーリーですね、あーロイヤル外れましたわ、いやーしょうがないか、いやでもまだある、まだある、まだあるよ、白赤がまだあるじゃないか、さあこっちはどうだ、ということで、アトモスのオンラインも外れまして、ニーカーズも外れました。もうこれはリストックないでしょ、スニーカーズ。どうなんだろう。はぁ、体力使ったなぁ。ということで、まぁ、一応、喫茶業の方もね、申し込んでるんで、まぁ、メールが来るかどうか見ながらだなぁ。
まあ、ちょっとプレネでは多分買わないと思いますけれども、とにかくあのミッドソールがめっちゃ見たかったんですけど、まあ、11月ね一番欲しかったんですが、まあしょうがないっていうことで、どうでしょう、皆さん当たりましたか。さあ、ということで、あれからだいぶ待ちましたけれども、キス東京からは連絡ございませんということで、全滅でございますね。まあ、これはこれでね、切り替えて、当たった方々はおめでとうございます。まあ、半年以上経ってまだどうしても気になるっていうのだったら、またプレネで買ったりとかあるかなって感じですが、まあ、取り急ぎ、今はいいかなという感じなんでございますけれども、また切り替えてね、いろいろ狙っていきたいなというふうに思っております。ということで、今日はね、ちょっと抽選動画だけだったんですけれども、明日はちょっと Vlog 撮ろうかなというふうに思いますし、またコツコツね、動画上げていこうかなというふうに思いますので、ぜひ、楽しんでみてください。さあ、最後になりますが、宣伝でございます。私のブランドサンプルズのですね、11月のポップアップ、いよいよ来週の土日でございます。東北は仙台にですね、伺う予定でございますので、ぜひ、東北近郊の方々はお誘い合わせの上、遊びに来ていただければなというふうに思っております。それでは、今回の動画面白かったと思ってくださった方は、ぜひ、高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いいたしまーす。それでは、私からの方、お会いしますし、ネクストムービー、じゃあねー。